はい、おはようございます。今日の外気温18度。今日も元気に行きましょう。今日も病院の付き添いです。頻繁にちょっと病院に行かないといけないので、母の術後の経過なんですけど、なるべくちょっと不安感がないような暮らしをしないといけないので、精神的にもすごくのんびりと過ごしています。で、抗がん剤の方なんですけど、抗がん剤オブジーボをする予定、2回目が5月に入ってから2回するそうです。はい、1回目はちょっと副作用がなかったみたいなんですけど、続けていくと何らかしらの副作用はやっぱり出てくるのかなと思いました。母はもともとよく食べることが好きな人なので、今も別に食の方は普通に好きなものを食べています。すごい果物が好きなので、オレンジとかそういう柑橘系のものをすごく食べています。ほぼ果物が多いかもしれない。あとゼリー系とかで、お弁当とかを食べても全部多分完食したことがなくて、ほぼ残しますね。すごい、まあ食べるだけ食べれて、食べれたらいいかなって。まあ今日は昨日の病院は皮膚科だったんですけど、今回の付き添いは形成外科、手術したところですね。形成外科の方に今日は行かないといけないです。まあ、今かかっているのが、皮膚科形成麻酔科とかかっているので、絶対欠かせないですよね。麻酔科なんか特に痛みを止めてもらう薬、麻酔科の先生、麻酔科は痛みを止めてもらえるので、それはすごく、もう痛みがストレスになるので大事だと思う。まあ、昨日は違う話になるんですけど、昨日はレリちゃんとレオくん、トリミングサロンから帰って自宅に着いた途端、すぐ水分をガブ飲みして、もうぐったりしてました。もう本当にいつもなんですけど、トリミングサロンから帰ってきた時はもうぐだらーんってぐったりしてるんですよ。私はワンちゃんとは一緒には寝ないので、ワンちゃんはワンちゃんのところで寝さすようにしてるんですよ。で、私たちは私たちで、ちゃんとちょっと初めはちょっとレディを飼った時、レオン君の時はもう明らかに普通に人と動物は別っていう感じで寝てたんですけど、レリちゃんはまだちょっと小さかったので、一緒に寝ようかなって思ったんですけど、私の部屋にレオンとレリのゲージを置いて入れ込んで、一緒に布団は別でゲージで寝させてたんですけど、ある時真夏になった時に部屋を開けた瞬間、すごく匂いがこもってて、窓を開けても取れなくて、そうね、ぐるぐる。
まず2本でやってみましょう。まあ終わって、あの駐車場の3階まで洗ってきて、だやばい疲れるで、今今日はリンパドレナージュをの専門の方にしていただいて、すごく母の腕がちっちゃくなってました。びっくり。で今の気温24度。はい、今からちょっと帰りたいと思います、母のところに。はい、ご飯も食べて、今日も無事病院も終わり。なんか雨が降りそうなんですけど、病院も終わったので、終わって母のとこで一緒にご飯食べて、私は午後から息子の参観日に行きます。どういう態度で授業を受けているのか見ないと。ちょっと行ってきますので、はい、病状のご報告をできればと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ではまたこのチャンネルでお会いしましょう。またね、バイバーイ。